皆様こんにちは、マーチでございます。ようこそマーチ曲紹介 TV へおいでくださいました。今日は2020年8月1日土曜日でございます。本日からこのチャンネル、このように名前を変えて再出発いたしました。ただいまお送りした曲はコンコーネの、ピアノのための25の旋律的練習曲の中から21番をお届けいたしました。このチャンネルでは今のような、この曲聴いたことないって思っていただけるような曲から、有名な曲まで、様々な曲を紹介していく動画としてお送りしてまいります。今日は先ほど関東地方甲信の梅雨明けが発表されたということで、私はずっとどこへ行くんでも晴れる晴れ男なんですが、ここでも晴れ男が証明されたなという感じがして万歳です。はい、ありがとうございます。で、見慣れない格好をしておりますが、一応こんな格好をしてピアノステージでは弾いております。はい、タキシードを着ることもありますが、今はいわゆる黒ビロと呼ばれているものをこう着てます。はい、それで、蝶ネクタイはね、これちょっと近づいてくれる、これスヌーピーなのよね、スヌーピーね。黒の蝶ネク、赤の蝶ネク、白の蝶ネクとあるんですけどね、全部つけるわけにいかないので、ちょっと珍しいスヌーピーの蝶ネクをこう選んでみました。はい、いかがでしょうかね。少し男らしく見えるかなね。はい、ありがとうございます。ね、でこのチャンネル一番最初に始めたのが、バイエルピアノ教則本、この教則本の中の曲全部を、お届けして、もし、練習で引っかかって、この曲は何だろうな、どういう曲なんだろうな、イメージがつかめないな、誰か弾いてくれてる人いないかな、あそうだマーチがいたというふうに思っていただければいいなということを、そのコンセプトはそのままに、本当に紹介していくっていうことを特化してね、やっていくことにします。なので、あこういう演奏もあるんだという気持ちで聴いていただけたらすごく嬉しく思います。はい、でまあ今日挙げた一番最初に弾かせていただいたコンコーネの25の旋律的練習曲っていうのもまた1番から上げる予定ですので、その時にまた、この曲にお目にかかれるかと思います。はい、それで、もう一つのチャンネルを今日は立ち上げるんですね。サブチャンネルで、これが、マーチ音楽話 TV というふうに、スタートいたします。でこの音楽話 TV というのは、音楽の話を中心にいろいろな話、もう自分の趣味に関する領域もね、全部ここで、ここでっていうかここのチャンネルじゃないからね、あっちでお話しします。例えば何があるのかっていうと、ちょこっとした料理を始めたんでね、その料理をこう揚げるのもそっちでやってみたいなとね、実際に上がるまでに皆さんに想像してもらいたいものが、あるんだけどね、忙しい焼き鳥っていうのは私得意料理なんですけど、それをちょっと揚げてみようとかね、いろいろこう考えております。それから、まあ音楽の話で、実はこうだったとか、あそうだったのねって思うようなことから、当たり前のこと、それから楽典と呼ばれる楽譜を見る知識の学問についてとかね、それを分かりやすい視点で、マーチならではの視点でお伝えできればと思います。詳しいことは専門書を見ていただくとして、とりあえず興味のない方も音楽の世界に、興味を持っていただけるような内容でお届けしていくつもりでございます。はい、なのでこのマーチ曲紹介 TV、このようにこのグランドピアノを使ってお届けしてまいります。このグランドピアノはですね、もう年齢にすると80歳から90歳になるんでしょうか、大橋ピアノと呼ばれている日本に2500台しか作られていないうちの1台です。それで、いわゆるお父さんが作ったっていうやつでね、でこれが183モデルというふうに呼ばれるものです。これはもう本当にお世話になりました大学の恩師、
の、息子さんからですね、いわゆる置いて、置かせていただいてるっていうんですかね。そういう感じで今ここにある状態です。はい。で、このピアノの音色が結構好きだという人がいるんですが、まぁ、ちょっと調律がね、まだしてないので、調律したらもっと綺麗な音がで、お届けできると思うんですが、その、独特な音で、このいろんな曲を紹介していくということにしております。はい。こんなところでいかがでしょうか。で、予告編、おとといお届けしたんですけどね、あそこに見事に字幕が入ったので、万歳ということで、やったーで、できたんですね。途中失礼ななんていうのがありましたけども、はい、すごくいい、らしい動画になったなというふうに思っております。これからも、この辺にね、字幕が出たりなんかしてね、マーチさんかっこいいとか字幕書いてもいいですよ。はい。こういろいろこう入れていただいてね、より動画がわかりやすく進めるように、あるいは、ベッドの上でこうやって見ててね、消音した状態でも何をやってるかがわかる、何を話してるかがわかるような、字幕が出たら嬉しいなと思います。はい。というわけで、マーチ曲紹介 TV、これからもよろしくお願いいたします。音楽話 TV についてはまた音楽話 TV のチャンネルの中で、オープニング、ご挨拶を申し上げます。はい。よかったらいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上、マーチがお届けいたしました。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。